全道発売が始まったのは北海道生食感チェルシーバタースカッチ味です。チェルシーの登録商標を持つ明治のグループ会社道南食品がロングセラーブランドを継続しようと開発。道産の発酵バターを使った新しいジャンルの菓子として生まれ変わりました。今日から全道の土産店などで発売され、こちらの店では150個がおよそ2時間で売り切れました。海外から帰ってきているので北海道土産としていいかなと思って買いました。いや、もう予想以上に売れてしまいまして、もう全部完売しているという状況になってしまいました。新しいチェルシーは1個864円です。